才能を測れ。これはスマホで簡単にゲームの基礎能力を測定し鍛えられるジェス公認の全国統一 e スポーツテスト。さあどこまで没入できるか、未来の日本代表は君だ。ということで、こんにちは、よりです。今日はですね、このジェス公認、読み方合ってるかよくわかんないんだけど、この全国統一 e スポーツテストっていうのを見つけたので、今日はそれをやってみたいなと思います。 e スポーツになり得るようなゲームをね、ほとんどしてこなかった自分なんですけど、ちょっとね、どれぐらい自分はどれぐらいの力があるのかっていうのを興味を持ってしまいましたので、今回はいい機会なので測ってみたいなと思います。どんなテストが出るのか全くわからない完全初見プレイなんですけど、一発勝負でね、行きたいと思います。テストってそういうもんだと思うんで、早速、挑戦したいと思います。じゃあ行きましょう。おー、すごいe スポーツって感じするわ。水霊ハンド、アイ、ブレイン、3つの e スポーツテストに挑戦してゲームの基礎能力を測定しよう。おー、なんかいいね。どれぐらいゲームの素質があるかっていうのが分かるってことかな。e スポーツになるようなゲーム1個しかやってこなかったからね。パワープロなんだけど、パワープロに役立つと嬉しいかな。もしこのテストでめっちゃいい結果が出たら、他のゲームももしかしたらすんなり入ることができるかもしれないしね。これからはいろんなゲームをちょっとやっていきたいなと思うし、いい結果が出ることを期待して挑戦してみたいと思います。じゃあ早速ハンドの方からいきますか。磁気を左右に操作して障害物をよけながら前に進もう。特に操作力が重要だ。どんどんスピードが速くなるコースをどれだけ長い距離をぶつからずに進めるかな。はあ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 、なるほどね。で、この赤いのが磁気ね。で、この青っぽい障害物を避けながら進みなさいと。一発勝負やっていきたいと思います。プレイ。おお、思ったより音でかいね。わあ、わからん。おお、おお、こういうこと、こういうこと。オッケーオッケーオッケー。はい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 。おわー、てってい。あ、意外とむずし。結構シビアじゃない、この幅。幅シビア。あー、いや、ちょ、これ結構ぶつかってない、あー、はい。いや、なんか、ぶつかったけど、気にせず進む形式なのかと思ったら、普通にそこで終わっちゃったね。あれだったね。まだぶつかってなかったんだね。エリア選択はいいや。セーブなんてできるの？じゃあ、セーブしてみますか。個人が特定できる情報は名前に使用しないでください。じゃあ、いおりもやめとくわ。い、大事にしとこう。公序良俗に反する表現は名前に使用しないでください。いは多分大丈夫だろう。いや、いもう危ないか。じゃあ、おだけにしとこうか。お、セーブ。偏差値 50.5。 あ、くそ微妙。下手でもなければ決してうまくもねえという。偏差値ってことは50が平均だもんね。それよりほんのちょっとだけ誤差のレベルで上。なんだこのすげえ微妙な結果。何これ。実況としては最悪の結果なんじゃないですかね。ゲームの素質は普通かもしれないけど、実況の素質は点でダメっていう結果が出ちゃいましたね。じゃあ一旦トップページいきますか。指の位置は磁気の少し下に構えると操作しやすいぞ。先に言ってくれ。ハンドはもういいわ。アイ、次はアイを行こう。画面に表示される複数のターゲットの中から一つだけ逆向きのものを見つけてタップしよう。はあ、特に認知力が必要とされるぞ。仲間外れを瞬時に見つけることができるかな。あ、楽しそうですね。全国平均 49.193。 じゃあプレイ。あ、ここの音が意外とでかいんだよね。こんなんわからん。はい、わからん。ああわからん。これ何これ。どれ。わかんなくね。これリジェクト。あ、間違えてたんだ。何わからんのだが。これ。間違えた。むずこれ。
これ、おお、あ、これはこれか、うん、でこれはこれ、むずしい、これかな、あ違った、あごめんなさいごめんなさいごめんなさい、これ、違うの、うーん、やっぱ噛んじゃダメか、でもさこういうのって大体雰囲気じゃない、あ違うんだ、うわーやばい、これむずいわこれ、ね多分、分からん、これかな、お合ってるだ、すげえ今の超ファインプレーじゃんこれ、この問題はいけんだけど、これはくるくる回られるとむずいわ、これかな、おおコンプリート、いやこれむずいわ、うわ最悪ゴミみてえな偏差値を叩き出してしまった、これむずいぞ、はあ、認知力のかけらもねえかけらもねえな、こんなんじゃパワープロで打てねえぞ、まあ道理で普段から打てねえわけだわ、なるほどな、愛の部分がもう致命的なことが分かりましたね、なるほどな、 e スポーツァーとしての素質がないことが分かってしまいましたね、もう目がダメってもう致命的なんじゃないの、回転や色の変化に惑わされずタップする集中力が必要だぞ、でだとしてもさ集中でどうにかなるレベルだったかな今の、はいじゃあラストはブレインですね、ブレインってなんだ、どうやって測るんだろう、画面上部に出題される記号と色形がどちらも異なるものを下の5つの回答ボタンの中から選んでタップしよう、特に思考力が必要とされるぞ、素早く見つけることができるかな、あ色形どちらも異なるもの、あーはい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 、ってことはこの今出てる例題だとどれだどれだ、え、どれ、なるほど、そういう風にやっていけばいいんだな、で平均スコア 50.088、 1000分の1点とかどうやって出してんのよ、まあいいや、じゃあラストの種目気合い入れていきましょう、うん、プレイ、愛をカバーするあれが出したいですね、でって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 、あ違う、間違えた、ごめんなさい、これいいんじゃない、これ、あ違った、間違えた、今はボーナス問題だったね、これ、これ、これ、おーやったーしょい、これ、これ、おーよしよしよし、あーなんだこの、これはこれ、これなんかちょいちょいボーナス問題あるね、これあ違った、あーすいません、これ、これじゃないくて、これオッケー、これおいいんじゃない、お大したことなかった、ちょっとだけ平均よりは良かったかっていう、なんとも言えない結果になっちゃいましたね、いやー、トップページ行くか、回答ボタンの配置を暗記してしまう、あーなるほどね、確かにね、あーそういうコツをさ見出すのが早い人もいるけど、そういう力も結構必要だよね、そういうのにいかに早く気づけるかみたいなさ、そういう力も俺にはなかったようだね、ちょっとショックだなちょっとショックだな、じゃあ3種目終わりました、ハンド 50.5、 I 36.2、ブレイン 51.9 で全国偏差値クソじゃねえかよクソじゃねえか 46.2 だって、激しょぼなんですが、こりゃパワープロも勝てんわいやパワープロはね意外と勝ち越してるんだけどね、オンライン対戦とかはちょいちょいやるけど負け越しはしないんだけどね、だからあれじゃない、よくある e スポーツの種目になってるような、なんだ例えば Apex とかスプラトゥーンとかそういうのに挑戦したらやばいんだろうねやばいんだろうね、ちょっとやるときはこの結果を思い出して覚悟しながら挑むことにするわ、基礎能力グラフも狭いわマックスに対して狭いわ、面積が、成績を一応ちょっと見てみる、あーさっきの点数とかが出てくるんだねあーなるほどね、の全国偏差値 46.2 伸びしろ半端ないレベルだって
あーなるほどね、確かに褒めてくれてはいるのね。あ、もうちょっと深いところで成績出してくれてますね。基礎能力グラフは3つのゲームの偏差値を5つの基礎能力に要素分解したものを100段階で評価したものです。偏差値によって算出されるため一定時間おきに変化します。で、今プレイしたての段階でどうなってるかっていうと、とりあえずちょっと一通り見ていこうかな。まずは、反射力、ゲーム内で起きる出来事に対して瞬間的に素早く反応する力。うわ、これ欲しい。パワープロのバッティングにマジで必要なやつじゃないか。ハンドアイブレイン三角丸丸ダセーな平均以下、認知力、視覚情報からゲーム画面内の状況を早く正確に把握する力。あー、これもパワープロに生きるね。アイ20丸だ、意外と。あれ?アイ致命的だと思ったけどね。どういうことだ?次、思考力、視覚から得た情報をもとにゲームルールに従って正しい行動を正確に選択する力。あー、どうですかねまあ脳では頭では分かってるけど、それを実行に移せてないっていう感じなんだろうな、これは。三角三角二重丸ってのは。次、持久力、高い質のパフォーマンスが出せる心身の状態を継続する力。そんなの分かる?まあでもとりあえずハンドだけ低い能力を継続的に維持できるそうですもともとのパフォーマンスが高くないけど、それを維持することはできるっていう。なんかかっこよくないなあんまり。次、操作力、コントローラーなどのデバイスを用いてキャラクターを正確に操作する力。これ二重丸なの、ハンド。あ、そう、意外だな。ゲームカテゴリー、アイシャドウ。これ知りたい何のゲームも向いてないんですが何のゲームも向いてないんだけど、大丈夫かな。シューター系 FPS、TPS、BR、 何のこっちゃか全然わからんけど5分の1。戦略系 ATS、 MOBA、 何のこっちゃわからんけど5分の1。スポーツ系、これしかやってないんだよ、パワープロしかやってないんだよ今んとこ。 e スポーツになるようなやつさ、それも5分の1だからね、やべえよ。格闘系が5分の2。ここがマックスなんだよね。格ゲーか。スマブラは格ゲーに入りますかね。スマブラ昔やってたけど、スマブラも今のスマブラはちょっとついていける自信がないけどね。そっか、まあもし e スポーツに挑戦しようってなったら、格ゲーが一番俺の中では才能が眠ってるというか潜んでいる感じなのかな。次、カード系 CCG、 よくわからんけど5分の1。カッコ内のやつはジャンルのことなのかな。作品名というよりはスポーツ系に、カッコスポーツってなんか思い切りそのままのことが書いてあるから、多分そういうことなんだろうな。で、カード系も向いてませんよとカード系も向いてないんだね。で、パズル系もダメうん、まあパズル系はね、ちょっと確かに苦手かもしれないな。あのぷよぷよとかも初期状態で始めて3連4連鎖ぐらいがマックスだからな、ちょっと厳しいかもしれんわ。で、説明的には、ゲームカテゴリー相性度はあなたの基礎能力が発揮されやすいゲームカテゴリーを星の数で表したものです。 e スポーツの上達には楽しんでプレイできるかどうかが非常に大切です。あー、そこはそういうもんなんだね。そのたとえ競技といえど、やっぱり楽しむ心は大事なんだ。で、ゲームを選ぶ際には能力的な相性だけでなく自分の思考も尊重してください。思いっきりゴリゴリに尊重させていただいております。はい、ハイスコア推移グラフ。ああ、なるほどね。2日以上にわたってプレイすると出るんだね。そっか、いやちょっと覚悟していたよりもひでえ点数が出ちゃいましたね。ゲーム下手なんだね俺ねまあ薄々思ってたんだけど、そっか、ちょっと過酷な辛い現実を突きつけられてしまいましたね。まあでもこのテスト自体が結構面白いゲームだったから、また何回かやってみようかなと思いました。これがなんかいろんなゲームの基礎練習になるのであれば、それはそれで一石二鳥だしね。皆さんももしかしたら眠れる e スポーツの才能があるかもしれないので、やってみるといいかもしれません。自分はないということが分かってしまいましたが、皆さんはあるかもしれないのでやってみるといいと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方はチャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。